はい。サッカーキングをご覧の皆さん、こんにちは。えー、解説シリーズ初の投資給付、えー、大鳥を飾るということで、えー、一番後回しにされたラリーが、<laughs> そうですか。二 <laughs> 人でございますけれども。扱い低いですね。そうです。今日もお便りからまず紹介していただいて本編に入ろうと思います。小沢一郎さんです。よろしくお願いします。はい。ペンネーム、えー、パンプローナさんからいただきましたが、<ー>ロンドン在住の方です。いい はい、えー。ロンドン在住のラリーガーファンです、えー。2回目のロックダウンが始まる前日に飛び込みで書いています。うん、大丈夫ですかね。ほんと心配しています、えー。初回からチャンネル欠かさず見ています、えー。お二人の脱線しながらもスペインの文化的な豊かさに触れるトークを楽しみにしています。さて、えー、質問なんですが、試合を見る際に注目しておくとより楽しめる審判がいたら 教えてください、えー、マテオ・ラウさん的な意味でもそうではなくてもいろいろな面で注目しておくとラリーが感染がより楽しめる審判が知りたいです、うん、ということでパンプローナさんからいただきましたありがとうございました、はい、シールは送りますからね <laughs> どうですか小澤さんマテオ・ラウさんはでも生かしてますねあの本当ね小澤さんもチェックされてましたけどあのメッシが、えー、マラドーナさんが亡くなった後の <laughs> あのユニフォームはっていうことをちゃんと試合側とのリポートに書いてるっていうかね,ね小石さんいつもおっしゃってますけどやっぱり息がね息が大事審判がそういうところねあんまり審判目立っちゃだめなんですけども,、うん、でもやっぱりそういうパーソナリティあるいは人としての温かみは持っておいてほしいなというところありますんでだからこそ風見色なんかもね、うん、彼が最高のラリーガの審判だなみたいなことをお世辞じゃなく言うと。<laughs> うん いう意味でまあやっぱりマテルラスさんがやっぱ一番目立ってるラリーが現状だとは思いますが、はい、まあそれ以外でもやっぱりパーソナリティがあるっていう意味ではヒルマンサノとかエルナンデスルンンエルナンデスエルナンデス、うん、まあ僕はあとサンチェス・マルティネスなんかは結構好きな出身で、はい、まあ彼なんかは僕バレンシアの3年前かな、はい、あの夏のユースの大会に、ええ、あの吹きに来てて、うん、なんかそういうところの準備のところからアップのところから見る機会があって、うん、あやっぱプロはこれぐらいやるんだなっていうところ、ええ、<laughs> プロの教授を見たので 目のの当たたりしたので、まあ、そこからちょっと親近感を持ってあ<ー>あのそういうことを見たりとか、まあ、あと逆にちょっとこの審判だと下手だから気をつけてほしいなというムヌエラ・モンテーロとか <laughs> <laughs> その辺イグレシアス・ビジャヌエヴァとかその辺はちょっと気をつけた方がいいかなと思って見てます。スペインはその審判 のリストを発表するときに、どこ地域担当の、あれ、どこ出身の審判ですっていうのをさんいつも載せまさん、ね、そうですね。えー、まあ、出身の、まあね、自分の登録してるね、うん、あの、教会の州を必ず出しますからね。はい。えー、まあ、あの、ドイツもね、あの、フェリックス・ブリッヒという有名な審判がいますけども、彼はバイルン出身なので、バイルミヘンのゲームだけは絶対に吹けない。 というような形の縛りがあったりするというところがいろいろとね、審判もある。まあ、僕はあのとにかく好きならビッグゲームをうまくさばいてくれる審判が大好きですね。うん、もうこのくらいのガツガツでいきましょう。はい、今回のフィジカルのぶつかりというのを許容しながらやっていこうっていうところで、えー 流してくれる審判。息に笛を吹いてくれる審判だらとても、それは覚えておこう。やっぱこの審判うまかったっていうのを覚えておこうっ、うんはい、それはやっぱり選手に対しての印象と一緒ですよね。はい、そ,うそうです、そうです。まあそういう意味で言うと、本当、マテオラオスなんかはやっぱりチャンピオンズリーグヨーロッパ基準でだいぶ流してコンタクトを認めてくれるので、僕は好きな審判ですけどね。ええ ピッチ外でいろんな言動はありますが <laughs> そうそう最近でいうと、まあ、そのマテウラウスカメラまで,できて<あ>出てきてスペインメディアではもうマテウラウスのことずっと撮ってますからそれも文化ですもんね。 楽しんでいこうというね。だから、相手とか、その職業とか、そのなりいっていうことを理解する、その理解度っていうものによって、愛情の言葉っていうのが生まれてくるわけですから、はい、好きなんだけど、こう言っちゃうっていうのがやっぱあって、うんはい、それを認められるかどうかっていう、その、いろんなこの許容力っていうのは大事ですよね。うん、大事ですね。ね。はい、はい。というふうに見ていただけると、パンプローノさんいいと思います。パンプローノさんには後で。 ステッカーご自宅の方おお送りしててきます、はい、さて今日はですね、えー、改正シリーズ初の投資企画ということで、えー、まず、えー、色紙をみんなに書いているということでこれみんなねブンデス・セリエプレミア<お>、えー、やったわけなんですけども、えー、小澤さんじゃあまず2 0 0年の漢字一文字、うんはい、これはですねあの応募フォームでプレゼントすることになっていますので一、ねえー、点ものでございますので、はい、じゃあ小澤さんからお願いします。はい えとまずあれです漢字一文字2020年を漢字一文字するとこれです、<laughs> 役余計。いろんな意味で金,はこれは金を除きたいウイルスを除きたいなというのとあ,ううあとやっぱりサッカー界でいうとお客さんや我々メディアもやっぱりスタジアムにアクセスできなくなってしまった1年だったので、ね、やっぱりまあ、ね、取り除かれたっていうちょっとネガティブな意味もありますが、はい、まあそういう意味ではこの除く所かなというところは個人的には思っております。僕も 書かせていただきました。うん、僕は感じた、続く、<お>はい、ええ、その心は、ね、もうあのー、サッカーは続けてほしい。つまりコロナウイルスによってこういろんな競技が一旦中断されたけれども、再開してどこのリーグも僕らの国の J リーグもしっかり立派に最後まで。 やり通した。はい、これは本当にもう、あの、すべて関わる人たちの努力だと僕は思っていて、ね、本当にこれは美しいなと思った。これをやっぱ続けていくパスもつないでいかなければいけないし、明日にその、ここでまでの伝統とか、誇りというものも、こう、つないでいかなきゃいけない。ということで、皆さんぜひサッカーの継ぐ子になっていただいてですね、うん、あの、来シーズンも頑張りたいということで、こう、2020年は僕は続くという字を選ばせていただきました。はい、はいえー。僕と小沢さんの、えー 一枚ずつありますので、え、よかったら、あ、応募ォームでお願いいたします。さて、じゃあ二つ目。こう、なんか今日はね、ミシエがチャカチャンキキって言うんですけど。はい。え、2020年のベストチームはどこですか大沢さんどこですかアドレシコでマドリーですね。おお、でマドリはい。シミオネスタイルでいきましょう。パルティードはパルティードで、まあ、マドリーダービーに敗れましたが、はい。まあ、そこまでね、1年間マドリードダービーからリーグ戦は負けなかった26戦無敗だったっていうとこも含めて、まあ、今シーズンの序盤、 本当に攻撃的にも魅力的になりましたし、はい、まあそういう意味では2強がちょっと地盤沈下でね、レベル下げたっていう話はありますが、アトリチコはやっぱり魅力的なチームになったなっていうと意味で、はい、まあベストじゃないかなと。まあリーグ中段明けも結局、マドリーガ10連勝でリーグは持っていきましたが、 まあ、アトリシコも全然負けなかったですから、はい、まあ、ライプスヒンチャンピオンズリーグに負けてちょっとイメージ悪かったですが、<laughs> まあ、そこからやっぱり強かったなと。20年は、アトリシコシムヨネ強かったなっていうふうな、やっぱり印象です。なるほどね。うん、僕はね、2020年のベストチームは、あの、レアル・マドリーニにしてたんです。<お>はい もうドキ,ドキドキドラマですよ。やっぱこれだけ面白くしてくれたチームってなかなかやっぱコロナ禍においていろんなね、あのですね、コーヒータイムに喋るような話題って言ったら、やっぱりもうダメじゃないか。うん、もうマドリーダメじゃないか。ジダンダメじゃないかと思ってたら、はい、え、ま、もうすごいじゃん。モド <laughs> リッチすごいじゃんみたいな感じになっていくという点で、やっぱこう一番の話題をね、メディアの端国にいる僕も人間なので、やっぱマドリーが一番ラリーガでは、 面白かったかなっていうような確か感じがしたんで僕はそれにしました。三、うんはい、番目の問いです。ええー、二千二十年のベスト監督はということで、これは二を引き継いでな感じですか小沢さん。いや違います。シグはホセルイスメンデリバルでいきます。さすがこの辺二がつ。やっぱりエイバルをね、はい、まあ六年かな。はい、やっぱり連続で、えー、引きながら残留常にさせていて、はい、でやっぱり競合相手にアグレッシブに九十分間戦わせられる。はい、でまあ。 うんとここ最近で言うと、デルボスケ監督との対談がエルパイスで、リアルマドリー戦の当日に出て、まあ、ちょっとそこを読んでも感動して。えどんなとこは感動してんですか彼は、まあ、自分のことをよくわかってるんですけど、やっぱ監督として選手、まあ、自分が選手として、彼意外なんですけど、テクニシャンの,あのプレイヤーだったんですねで。やっぱり選手として一部に届かなかったっていうところは、ボールを持ったらうまいんだけど、それだけで終わったと。だからやっぱり僕は監督として自分が何 成し遂げられなかったことを自分の,その選手たちに成し遂げてもらいたいから、はい、テクニシャンを預かって鍛えて戦わせられるようにするんだっていう監督になりたかったと、うん、それが実際にシルバが出てきて、うんうん、でここ最近で言うとブライアン・ヒルが出てきて乾もそういうやっぱり系譜だと思いますしなんかそういうことをなんか監督として挑戦して実際にそういう手塩に、ね、あの育て上げたある意味は本当に愛情深く育てた選手が ラビドシルバリみたいになってるって意味では、ね、一、ね、年間しかローンで預かってないですけど、うん やっぱりメンディリバル監督に出会ってシルバーも変わったと思いますし、イヌイだってそうだと思いますし、うん、なんかそういうところは監督としての、なんか愛も感じながら、やっぱり指導力の高さで言うとずぬけてるなっていうふうに感じますんで、うんえーこ、今年1年で見てもメンディリバルかなと思います。うん、なるほどね,、うん、ね。まあ今ね、あの、マドリーのかつての名監督の話、ちょっと小沢さんからも出ましたけど、僕はその系譜の流れをジダンはちょっと違った形で受け、 ついでいるのかなと思って僕は彼をベストカンタリーにしようと思うんです。はい、風通しの良さっていうものが <laughs> そのビッグクラブっていうのは小澤さん何よりも必要ですよね。そうですね。えー、なおかつやっぱりね抱えてる選手をやっぱり常にねリスペクトして一、うん、人もねそういう離脱さツ出さないっていう意味ではねこういう状況が悪くなってもイスクとかマルセロのことは本当かわいますからね。そうなんですよね。はい、だからそこがなんかこうデルボスケさんとシンクロするところが あるっていうね、うん、いきなりだからその監督になって当初は免許も持ってなかったところからスタートして「<laughs> あれれ、ね、れ」っていうふうにチャンピオンズリーグ取っちゃって <laughs> うで,、ね、でもいなくなっちゃって戻ってきたと思ったら「あれ今回はどうなのダメなのかな?」と思っているとまたそこに来てちゃんと見るものを作ってくれるっていうのは、うん、ジネーディーヌ・時ダって相当面白いなって僕思いますけどね。 魅力的ですね。そういう意味でもね。ね確かに。うん、そうなってこう繋いでね、じゃあ彼の息子たちは今何やってるんだろうとかというにまた興味も出てくるし、うん、負けないで頑張っ、てお父さんが偉大だと子供は大変なんですよね。<laughs> そうですね,ね、うん。親は選べねえぞっていうね、はい、エースが言ってましたけどね。 さて、えー、それでは、この流れで言うと、2020年のベスト選手は誰でしょうということで、小沢さん、ベスト選手誰ですかはい、カピタン・ラモスでいきます。あ、本当。はい。はい。えー、セルヒオ・ラモスですね。なるほど。はい。もうそこしかないと思います。まあ、うん、本当に1年間、まあ、ちょっとね、代表で怪我はしましたが、うん やっぱりチームを、ね、こう優勝させることも含めて彼の存在感は、まあ、ある意味バルセロナのメッシュといろいろ比較されるんですが、まあ、個人的にやっぱりマドリントっというのラモスってそのピッチ外のリーダーシップも含めて特別本当に特別なんだろうなと思いますので、はい、そういうピッチ内外での役割の大きさそれから、ね、責任を持ってプレーしているというところも含めて。うん まあ、とても代表もそうですし、えーまあ、ラモスっていう存在は大きいプラス本当に高いレベルでいまあのー、だにヨーロッパ最高レベルのファンダイクと多分並ぶぐらいのセンターバックだと思いますので個人的にはやっぱりラモスかなと思って見てます。うん えー、同じです。そ<う>僕もセルヒョー・ラモスナンバーワンだと思っていて。やっぱりですね、ライバルクラブの監督に、彼に関しては VAR は存在しないんだということを言わしめてしまうっていう、この存在感の大きさ、<laughs> すごくないですか <laughs> そうですね、えー。彼がいるといないとでまた違うし、やっぱこれだけ一面をきっちり重ねて、この人のことについて知りたいって思わせる選手ってそんなにいないと思うんですよね。うん、そういった意味ではこう、ラリーガが他のリーグに誇る、 どうですかこのセンターバック欲しくないですか、うん、多分どこでも欲しい能力としては、ね、存在感は出かすぎるでも彼でも元からマドリーにいた選手みたいな感じになりましたけどもともと違いますもんねまあでもアンダルシアでのねゲームがあったりするともうなんでこんなに嫌うんだろうというぐらいに恨み骨髄の人たちとかいますけどね。はいえー あそこまで嫌われるっていうのも、またそれ一つのキャラクターと言いましょうか。うん、まあ、だからそれぐらいの影響力、存在感なんですよね、やっぱりね。はい、そうですよね。いや、セルヒオ・ラムス、素晴らしいと思います。さて、5番目です。2020年で一番印象に残っている試合はということで、小澤さんどうですか僕は今シーズン、第何節、10月にやったエル・クラシコですね、バルセロナ・マドリー。ーやっぱりクラシコが無観客でやった時の、やっぱり、なんかクラシコらしくなさっていうところは、まあ、悪い意味も含めて、うん。はい まあちょっとなんか、うん、印象的だったな、特別だったなっていうところは感じてます。なるほど、ね。はい、うん。僕実はね、ラリーガーの番組なんだけど、違うところ選んじゃったんですけど、僕一番今シーズン、ここまでで印象に残ったのは、ドルトムント・バイエル、うんうん。これがね、やっぱこう、第戦の方なんですけども、あの、なんつうかね、こう、 コロナ禍において無観客でこのくらいこうハートを燃やしていける試合ができるんだっていうところにこうやっぱドイツのメンタリティの強さとプライドを感じましたね。ううん、どうしてもこうなん,うんですかね、客がいないと その選手の個々の能力とか戦術的なゲームになりがちじゃないですか。うん、そうですね、はいで。そこのところをもう少しエモーショナルな部分で戦えた。うん、そういうふうにモチベーションを上げて戦えたという点で、両監督に僕は拍手を送りたいと。 思いますしあの小沢さんが挙げたクラシックも確かにラリーガルで僕も最も印象的なゲームなんですけど、うん、それはあまりポジティブなものではなかったんですね。すねうん、なので僕はやっぱこれはお隣になりますけどもちょっとこのドルトムントバイエルンが面白かったなと思うので、うん、もし見る機会があったら。 見られるといいですねっいうところなんですけどね。はい。じゃえ六つ目です。2020年で一番嬉しかったことは何ですか。これはちょっとサッカーから離れても構わないというふうにミシーが言ってました。はい。僕はラリーが出家してもらって。はおトラリー,ガー勢・ガゼがあのやっぱり目立ってきたこと。うん、はい。やっぱり底力育成も含めてあるなという、うん、今シーズンの序盤のレアルソシダとかビジャレア,アルのやっぱカンテラのたちを使いながらの強さであったりとか、はい、やっぱりカディスがね。 マドリーにもバルサにも勝っちゃうとか、はい、ウエスカがずっと最下位で勝てなくても、うん、いいサッカー続けてるとか、なんかそういうところは今までで言うと、うんねまあ、日本のメディアなんで我々も普段から日京プラスアトレチコとか、ね、マークボタケスタいるんでビジュアルとか、まあ で話す話題対象のチームは限られてるんですけど、うん、そうじゃないねやっぱりラリーが全体で見た魅力が今季、りよりトラ勢によって上がったなと思うので、うん、やっぱそういうい逆にね2強はちょっとヨーロッパの中では2強にならなくなってきてるけども、うん、それ以外も頑張ってるよっていうところを見せてくれたところは個人的には嬉しかったですなるほどね、うん、僕はねサッカーそのものがきっちりあの5大リーグともあの運営されてるというところが嬉しいし、うん、あのこの間もちょっとした J リーグもね最後までやる サッカーのあるその生活にまでは戻ってこられたとあとはいかにお客さんを入れてっていうところになってくると思うんだけどどうなんでしょうね僕ちょっと思うんですけど小沢さんあのお客さんがいない中でも例えばレアル・マドリーなんかそうなんですけど一つ新しいサッカーを何て言うんですかねハートを燃やし やり方というか、こうそれでもフィジカルとか運動量で勝負していくってところにもう一回力強く、うん、一歩新しいところに進化したような気がするんですけど。どうそうですね。そういう挑戦しているようには見受けられますよね。うん、だからお客さんの後押しない中でよくあれだけやれてるなっていうところは本当に感じてますね。うん、はい。ね。うん、だからそういうところでこう継続していくことによってですね、またどうなるかということで、まだこの中というのは終わっていません、えー。ワクチンというのもですね、予防ワクチンというのはまだ世界で一つも 発表されていない。重症化させないためのワクチンしか世の中にはないというところなんで、苦しい状況続くと思うけども、それでも、こう、なんですか、みんなができることを頑張っていくというところで、サッカーもね、継続してやっていただきたいなというふうに思います。はい。さて、7番目の質問になりますが、2020年で一番驚いたことは何ですか小沢さん。はい。あの、スペインという、 感染がね、うん、爆発拡大した国の中でラリーガが,が、ね、昨シーズンですけども、はい、19、20シーズンは終えられたことが一番驚きました。うん、それぐらいやっぱりラリーガは、やっぱり徹底的にプロトコールを早く作って、それをチームに、はい、あの徹底管理できたっていうところは、 まあ、さすがラリーがよくやったなっていうところと、まあ、スペインっていう、うん、まあ僕が言ったら失礼かもしれないですけどあれだけいい学年でやっぱり感染それは拡大するようなっていう生活習慣がある中で、はい、やっぱ選手たちもクラブも一体となってシーズンを終わらすことができたっていうところは、うん、いい意味での本当に驚きでしたし、うん、まあちょうど今日スポーツショーのイレネ・ロサーノさんもマルカの、まあ、この収録当日のマルカのインタビューでも答えていましたけどもやっぱこれだけスポーツラリーガのプロもそうですしバスケットもそうですけども、うん、これだけ 夜の試合やってもクラスター発生で試合できなかったみたいなところは昨シーズン最後のセグンダーのフエンラブラーダーのデポリティボ戦だけだったので、まあ、そういう意味ではスポーツ界一体となってそういう感染予防、まあ、PCR 検査を、ね、早く入れたということも含めてうまくやれてるというところはいい意味で驚いきましたしスポーツの、まあ、スペインの中でのスポーツの力価値っていうのをこう再認識させられた。 うん、一年かなと思いますね。なるほどね。うん。プロトコルっていうね、言葉もその流行語大賞ではないんだけど、うん、ノミネートされるでしょうね。そうですね。うん。 スペインのもね80何ページでしたっけあるんですよ、ね、ありますからね。すごいんですよね。ドイツのも有名なんですけどね。うんうん、なんかいろんな。あとはだから流行語で言うと、ブロファックスというのも当初 <laughs> ありましたね。<laughs> うん、そうですね。懐かしいですね。ねえー、証明書付きファックスというのはん。ああ郵便物ですけどね。郵便物体はね。というね。新しい言葉というの番生まれたっのはもうことて。 この動画をご覧の方ならいかにあの僕たちが「鬼滅の刃」が好きかっていうのはもうバレてると思うんですけど「<laughs> 鬼滅の刃」素晴らしいですよね。うん、本当に。あのね、いろんなね、語ると1時間以上行くんでやめますけども, <laughs> もう本当にいろんなあのそれぞれの原作素晴らしいアニメの部分でもどういう形でその作られているか UFO テーブルの仕事がどうかということもありますし、うん、声優さんたちの仕事も本当に素晴らしいしそれにこうなんて、ね、関わって作っていった 人たちのその真摯な姿勢みたいなものもいいし、うんうん、お話自体もね、おざざあのご家庭でハマってらっしゃるって話ですね、はいええ。どこが一番好きですか？やっぱりピュアなやっぱり気持ちをこう表現して、うん、それがねこう家族であったり兄弟愛につながってくるところ。うん、まあだかこういう混乱した時代だからこそ一番ねこう信頼できる人たちのものがピュアな物語に、ああいうこうね鬼との戦いで。うん 格闘シーンが多いんですがやっぱりそういうセリフ一つにやっぱりハッとさせられるものが特にあるのかなというふうには見てますけどね。エンディングはね本当に素晴らしかったしあの原作その連載時のとことはまた少し違ったねあの落としていた部分を足して作った最終巻っていうのも本当にこう素晴らしい、うん、本当にこう綺麗にまとめたなと、うん、あの表紙画風大好きで、ね、最終巻のね<う>希望に満ちていて。 あれがいいですよね。だから、こう、うん、自己犠牲なみたいな感じで終わっちゃいけないですよ。風のパネルの直しかもそうだ。この話長くないやめますね。<laughs> もう、気スライバーが良かったなと思います。<laughs> はい。それだけで、ちょっと倉敷さんには語ってほしいですね<笑><笑>、えー。2021年に期待するクラブは何ですか <laughs> はい。僕は FC バルセロナですね。一緒だ。新会長もね、はい、出てくるので、ええ、バルサには期待したいです。 復活しろと思いますよね。はい。うん、まあ、必ず復活してくれるとは思いますけどもね。うんうん、それが21年であってほしいなと僕は思ってます。そうですね。うん、あの、名門とかですね、歴史ある伝統あるクラブっていうのは、いつまでも退屈しないものです。かつて、ラ・レアル、レアル・ソシエダもどん底にまで落ちたことありましたけど、ちゃんと蘇って、うん、今シーズン面白いですもんね。そうですね。ええ まあやっぱりそういうところはね、もともと土台、特に規制で土台持ってるクラブは強いですから、はい、必ず反発力を持ってね、いい選手を排出してくれると思うので、うん、まあ特にバルセロなんかは騙しやりますからね、はい、そういうクラブだと思います。はい、さて、えー、あと2つ、9番目、2021年期待する選手は誰ですか僕はペドリですね。ペドリ。もうやっぱり彼が、うん、まあバルセロの、まあ、メッシー、もしかしたらいなくなるかもしれない、はい、21年に、うん、まあニューカーマーとしてアンスパーティーともに、 18歳コンビで、こう、次の時代のバルセロナを担ってくれるんじゃないかなという期待を持ってます。なるほどね、はい。僕はフレンキー・デ・ヨングですね。うんはい もううちからうちって早靴ですけど早靴からっていった選手頑張ってほしいなともうどこに行ってもここでやってるんだっとの必ずフォローしてね応援してる頑張ってほしいなとですともなかなか小ざさんに褒めてもらえないけど褒めてもらポテンシャルあるんで期待してますよそうですねはい最後の質問です2021年の抱負をお願いいたしますはいやっぱりどうぞ 抱負、豊富願いは、うん、まあ本当に観客が入った中でのサッカーを見たいなとい、うん。確かに。ヨーロッパラリーガでっていうところですかね。そうですね。はい、同じです、そこはね。うん。個人的にはどうですか ?2021 年は小沢一郎さんにとってどのような年にしたいと思っていらっしゃいますかいややっぱりなかなか取材行けなかった20年なので。つまんないでしょ、スペに行けないとっっ。やっぱり刺激が欲しい。<laughs> スペイン行きたいなと。20年はだから行けなかったんですよね。ああ<え>、そうです、ね、スペインには。年、うん 先週、2>, 2月にドイツ、ポルトガルでスペイン行かなかったんで、はい、また別の機会に行けばいいやと思ったらこうなっちゃったんで確かに、ね、21年は行って取材したいな現地でっていうところはととししててて希望として持ってますす確かにそうでよ、はい、ねいろんな話聞きたいしねこう人と触れ合うとそとコロナ禍のことも早く、ね、その思い出にしてしまいたいですけね,、はい、ね,ね,ね。僕は、ね、あれですよ2020年すでもう既に還暦になるんですよ、3月で還暦という、ね、いい加減のじじいなわけなんですけどもね。えー もうだから、ここから先は、隠しになるか、育てになるかという形を考えていこうか <laughs> い、まだ大勢でお願いしますよ。引退間近ということで、<laughs> 頑張ろうかなと思いますけどね。ということで、えー、今回はシリーズ初、解説シリーズ初の投資企画ということで、ラリーガバージョンをお送りいたしました。これで、えーと、サッカーキングの動画も今シーズンは、と、まあ、いうか、今シーズンじゃるや、 今年度ね、12月31日でおしまいということになりますんでね、各いろんなシリーズ通して本当にご視聴いただき本当にありがとうございました。 これからもチャンネル登録と評価をお願いいたします。で、各プログラムごとにお便りお待ちしています。ラリーガもぜひごひいきにお願いしたいと思います。ということで、えー、年末で新年を迎えるので、小沢さんにですね、スペイン語でご挨拶をいただきたいと。それを締めようと思います。はい。はい、えー なんて言ったんですかはい、もう最悪なウイルスがない、うん、いい年に皆さんなりますようにと言わせていただきました。はい、良、はい、いお年をお迎えください。はい、良いお年を、はいえー。また次回もよろしくお願いします。チャオチャオ